ヒカル・ポーラは日本の競争は、史上初めて春の天皇賞と宝塚記念を同一年度に制覇した。バレエは旧表記で統一して記述する。ヒカル・ポーラはポーラ化粧品大阪支店長であった坪田木之助の持ち馬として、1961年10月8日、旧社のある阪神競馬場でデビュー2000目となる10月29日の新馬戦で勝利した。 4戦目となる12月9日のオープンより、当時、東馬が所属する佐藤勇九者の騎手で21歳だった高橋茂忠に安城が変わり、同レースを勝って2勝目を挙げた。しかしその後はなかなか勝ちきれず、1962年の春のクラシック戦線に加わることはできなかった。1962年5月20日のオープンで3勝目を挙げ、半球敗。 毎日坂をそれぞれ3、2着した後、7月29日の函館記念を7番人気ながらも勝利した。10月21日の神戸杯では、1番人気のリュウフオーレルに半場審査まで爪より2着に入った。その後行われた11月4日の朝日、チャレンジカップでは、主戦の高橋が自給車に所属するルボツクに騎乗するため、 栗田勝の代打機場となったが、リ由ライトに次いで2着となり、11月25日の菊花賞に出走した。菊花賞は10番人気という低評価だったが、リ由フォーレルと共に直線に入って猛然と追い込み、優勝の広きみ、フォーレルにわずかに及ばなかったものの3着と、検討した。その後、12月22日のオープンで人気に応えて、勝ったものの、 足を骨折したため、長期休養を余儀なくされた。レース復帰は1963年10月13日のオープンとなり2着、復帰2戦目となる10月26日のオープンを勝ち、その後、11月23日に行われる天皇賞を目指し登場した。前哨戦となる11月9日のオープンを勝ち、天皇賞では、同年の宝塚記念を制覇した理由不応レルに、 ついで2番人気に押された。レースは直線に入って、リュウフオーレルとの一気打ち状態となったが、首差及ばず2着に敗れた。なお、リュウフオーレルは3分22秒7の、レコードタイムをマークした。ここまで、未だ重症価値がなかった本馬だったが、12月15日の阪神大賞典において、ブービー人気の元位置を頭差しりぞけ、重症勝利馬となった。 1964年、年初より3つの重賞に出走したものの、1勝もできなかった本馬だが、4月29日の天皇賞では、前年の二冠馬で、リユーフオーレルと年度代表馬を分け合った名水、名髄、コーラ王に次ぐ3番人気に支持された。レースは、中盤あたりからズイが先頭に立ち、これを追う形でコーラが続き、本馬は中盤あたりに位置して直線に入った。 直線では、コーラ用を突き放したメイズインがそのまま逃げ込みを図るところを、外から追い込み、ゴール直前でメーズインを差し切り、第49回の天皇賞を勝利した。その後、6月14日のオープンを勝ち、7月5日の宝塚記念では、リュウフオーレルと4度目の対決となった。このレースの後、リュウフオーレルは、ワシントン DC インターナショナルに出走することが決まっており、 直接対決は、これが事実上最後であった。しかしレースは、貧馬のパスポートのしぶとい逃げに二頭ともてこずる展開となった。直線に入って、伸びきれない理由不折レルに対し、本馬はパスポートと、ついに馬体を合わせ、最後は、並んで、ゴール、わずかに、花差しりぞけ、史上初の春の天皇賞、宝塚記念の同一年度制覇を果たした。理由不折レル。 名水を下した本馬は、宝塚記念の後も参戦勝利し、7連勝をかけて12月27日の有馬記念に出走した。この年史上2頭目の三冠馬となった新山が出走しなかったため、断然の一番人気に支持された。しかし、同年の秋の天皇賞馬である大和義陽大に一秒差をつけられる5着と完敗した。この敗戦型あたり、 最優秀5歳以上ボバの座も山時洋大台に譲る形となった。1965年、新山と直接対決する機会が3回訪れたが、いずれも敗退した。この年は11月27日の秋の京都記念の一生のみで引退レースとなった12月26日の第10回有馬記念では、同じくこれがラストランとなった新山の6着に終わった。引退後、 シュボバとなり、南関東公営競馬で重賞をご賞した、マルイチキングラを輩出した。ありがとうございます。